今日のハワイはどんな味？ハワイウェブ TV の塩澤純子です。今日はアラモアナセンターにやってきました。アラモアナセンターにはたくさんのスイーツのお店があるんですけれども、その中でもどのメニューも全部食べてみたくなるというマンゴーマンゴーデザートに行ってみたいと思います。2階のセンターステージの上のクリスマスツリーは赤とゴールドの華やかな感じですね。そこからエバーウィングの方に歩いていきます。ここはシャネル、ブランドのお店がたくさんあります。クリスマスのデコレーションも増えてきました。ウィンドショッピングしてるだけでも楽しいですよね。エリーカフェ、いろんなとこで見かけますよね。ジェラートもたくさんあります。大きなケーキが、カップケーキ5ドル、今の高いハワイにしてはそんなに高くはないかもしれない。センター端から端まで歩くと本当に長いんですよね。いい運動になります。で、1階も2階も3階も毎回その雰囲気がちょっとずつ違っていて楽しいです。歩いてるだけでも楽しいです。ケイトスペーグロウ 60% オフセールやってます。エバーウィングにやってきました。ブルーとシルバーでね、綺麗ですね。草間さんのこのかぼちゃはいつでもこうやって飾ってあるので、ここが、みんなの待ち合わせになったりしてます。で、マンゴーマンゴーはこの上になります。3階なんですね。これからエスカレーターを登っていきます。これからこのエスカレーターに登ってきます。エスカレーターからもツリーが見えますね。3階に登っていきます。マンゴーマンゴーはこの右側になります。行ってみましょう。とっても人気のこちらがマンゴーマンゴーです。このお店は22年に確かできたと思うんですけれども、当時は本当にすごい列だったんですよね。で、こんな風に写真付きで何を頼むかっていうのが考えられるようになってます。でね、面白いのが、例えばね、何があるかな。あ、これ見えますか？おにぎり、これ見えますか？おにぎり入り黒ごまペースト
走る。このおにぎりって書いてあるんだけど、でこの隣ね、これはサゴとおにぎりのウベスープなんですが、おにぎりは入ってません。多分白玉のことだと思うんですよね。せっかく日本画が書いてあるんだけど、ちょっと残念かなっていう気がします。で飲み物だとか、それからデザートやケーキもあるんですが、今日はねどれにしようか今考えているのが、このマンゴージュースサゴ&サボンとマンゴーアイスクリーム、これかこの隣かこの3つ、この間のどれかにしようかなと思ってます。中にもテーブル席はあるんですけれども、こちら外でも食べられるようになってるんですね。ここで食べてみようかな。まだどれにしようか悩んでます。ミルクレープ、このクレープも美味しそうだしね。まあ入ってみましょう。Yeah, can I have snow white mango juice? Okay. Yeah. Is this inside or outside? Outside, please. Thank you. Wow, outside で頼んだらこんな感じになりました。いただきます。はい、あっという間に出来上がりました。私が頼んだのは難しくて。日本語で読むと、白雪姫マンゴージュースサゴ&ザボンとマンゴーアイスクリーム。もう一回言いますね。白雪姫マンゴージュースサゴ&ザボンとマンゴーアイスクリームだそうです。それはこんな感じです。開けてみましょう。マンゴーがゴロゴロ入ってます。中は2種類ね、イエローのところとそれからホワイトのところが入ってるんですね。ホワイトのブツブツは多分サゴじゃないかなと思います。では初めてのこのマンゴーいただきます。わ、本当にマンゴーのゴロッと入ってるんですね。うん、あんまり甘くないです。どっちかというと酸っぱいです。真ん中にマンゴーのシャーベットがあります。それからこの白いつぶつぶ見えるかな、これがサゴだと思います。いろんな食感があります。それから味も甘い部分と、それから酸っぱい部分、多分この黄色い部分の方が酸っぱいんだと思うんですけど、ミックスした感じがあります。このつぶつぶのサゴなんですけど、サゴってあのタピオカみたいな感じです。でも厳密に言うとちょっと違っていて、サゴは熱帯のヤシの木のでんぷんで作られていて、タピオカはキャッサバのでんぷんで作られているそうなんですよね。でも食べた感じは似たような感じかな、あんまりよくわかんないです。また全部食べちゃいました。ほら、マンゴーデザートは香港の伝統的なデザートをヒントに作られているということなんですけれども、アラモアナセンターの中には中国だけではなくって、韓国だとかフィリピンのお店もあるし、それからベトナムのお店もあるし、そういうお店もまた食べてみたいと思います。もしこんなお店に行ってくださいというのがあったら、コメント欄に書いてください。
もたくさんあるから、でここの店ももう一回食べてみたいですよね。本当にマンゴーがコロッと入っていて美味しかったです。次のお店でもまたたくさん食べてみたいと思います。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。